大規模災害時に備え、救助技術の強化を図る、緊急消防援助隊、県大隊の研修会が16日、山形市で開かれました。山形市と県は、今年8月、災害救助犬の育成や派遣を行う、日本レスキュー協会と、救助犬の出動に関する協定を、それぞれ結んでいます。研修会では、日本レスキュー協会の担当者が、救助犬は、呼気や汗の匂いをたどって捜索し、意思表示のできない要救助者の発見が可能なことなどを説明。瓦礫の下敷きになった人を捜索する流れも実演しました。行方不明者が高所にいる場合を想定し、救助犬を抱えて高さ7メートルの壁をロープを使って登る訓練も行いました。私たち行く現場というのは非常に危険な場所になります。で、救助犬とともに安全管理という部分をしっかり意識して、救助犬も負傷しないようにしっかりと連携をして、要救助者の検索救助というところでしっかりと活動していきたいなと。